錦式飛行艇。錦式飛行艇は、大日本帝国海軍の飛行艇。初飛行は1941年、昭和16年。略符号は、H8K。レシプロエンジン装備の飛行艇としては、当時世界最高の性能を誇る、傑作機とされる。錦式大型飛行艇とも呼ばれ、錦式大艇の通称も持つ。なお、輸送型は、西空と呼ばれていた。 97式飛行艇の後継機として同じくカーニシコ空機で生産された。連合軍におけるコードネームはエミリー、エミリー。1930年代の日本海軍はワシントン海軍軍縮条約、ロンドン条約によって対米劣勢を余儀なくされた艦艇勢力を補うため陸上基地から発進して洋上の敵艦隊を捜索。 攻撃する長距離攻撃機、雷、爆撃機を装備することを構想し、中型飛行艇、中艇、大型飛行艇、大艇、中型陸上攻撃機、中航、大型陸上攻撃機、大航という発動機の総発、4発、発進基地の水陸に差を設けた体系を計画した。その一環として、最初に実用化された大艇が97式飛行艇であり、 最大速度は時速 385km、魚雷2発を搭載した攻撃加重状態での航続距離は約 5000km に達した。97式飛行艇の更新用機材とすべく13、使用型飛行艇として開発が始められたに、式飛行艇は攻撃飛行艇として当時諸外国が一般的に飛行艇に求めていた性能を上回るもが要求された。 海軍の要求性能の一部を列記する。第一次世界大戦が終わると、列強各国は軍縮に転じ、軍艦の建造を自粛する、海軍休日に入った。日本海軍は、仮想敵国の一つである、アメリカ海軍に対する数的劣勢を、航空戦力で補うことを起とし、海軍航空本部は1937年、昭和12年7月に、 航空軍備に関する研究をまとめる。航続距離の長い大型陸上攻撃機を運用することを想定したが、日本が第一次世界大戦後に国際連盟から委任統治として託された南洋諸島の基地整備は難しく、大型飛行艇によるアウトレンジ戦法を模索するようになる。川西航空機が開発した97式飛行艇はこの構想を現実のものとした。 一方で4発エンジンを持つ大型陸上機を押す意見も強く、1938年、昭和13年4月18日に海軍航空本部技術部は13年度姿勢飛行機計画要求案適用で13使大型飛行艇、川西、中島十0大型陸上攻撃機、深山、中島飛行機の計画要求案をまとめた。中島の宮山は、 川西の西大帝にとっても自動リライバルであった。13市大帝の正式施策発令は同年8月21日である。飛行艇は陸上機に比べると水面からの離着水のために船と飛行機の性質を合わせ持たねばならず、機体は大きくなりがちで帝艇の形状も空気抵抗が大きく、速度において陸上機より不利であった。海軍側の要求は、 陸上機並みの攻撃力を備え、大航続力を持った高速機という当時の飛行艇の水準をはるかに超える過酷なものであった。製作担当の川西航空機は97式飛行艇を設計した菊原静尾技師を設計主務者に任命し、設計制作を行った。97式飛行艇で自信をつけていた菊原は、よし来たという気持ちで張り切ったとい、った。 最重点目標は、後続距離であった。1939年、昭和14年9月に、第二次世界大戦が勃発、日本と、イギリスやアメリカなどとの緊張も高まる中、和田美佐空儀省庁は1940年、昭和15年中に本機を完成させる、よう言命する。同年12月29日、十三次大帝は、川西成尾工場で完成。 翌日試験飛行を行う。方向打の不安定さはすぐに解消されたが、過過重重量28トンで利水テストを実施したところ、飛沫のためプロペラ先端が曲がり利水不能となる。度重なる水槽実験の結果、停滞の小解像と波を抑え装置、通称かつオブシを装備することでしぶきを抑えることに成功。1941年。 昭和16年3月26日に試作1号機が領収され、1942年昭和17年2月5日に、二式飛行艇11型 H8K1 として正式採用が決定した。先行していた本命の深山が失敗作となる中、二式大艇は高性能の4発を大型飛行艇として完成した。菊原は、深山の不運は、 失敗機であるアメリカのダグラス DC-42 をベースにしたこととした上で、二式飛行艇はゼロから基礎設計を行いたこと、重量管理統制が成功したことが、両機の差になった階層をしている。二式飛行艇の技術的特徴を列記する。この他の機内設備としては、機体前後部や上部の銃座は、大型の 20mm 機銃に合わせて動力銃座を採用。 胴体や主翼の燃料タンク全14個合計17,080リットルには防弾を施し作敵や紹介では24時間近い長距離飛行を行うことから便所や仮眠用のベッド食品を保管する冷蔵庫も設けられ無線室も胴体全部と後部の2カ所備えたなお本機は胴体を細長く設計したことから 水上滑走中に機体が跳ね上がるポーポイズ現象が起こりやすく、対策として、機種、ピトー管に横棒、カンザシと呼ばれたを取り付け、これと風防に描かれた細い横線を基準にして、機体角度を保ったまま操縦することで解決した。ただし、川西で製作した取扱説明書は、前線部隊で全く読まれることはなく、事故が続発した。1944年、 昭和19年2月から5月の実験で機体を改造することなく操縦方法の改善により事故を抑えられることが判明した。防水塗料の粗悪さから水密性は不完全で、事故予防のためにもそこに溜まった水をバケツで汲み出す作業は欠かせなかった。戦争終盤になると機体疲労が進み、水漏れの傾向に拍車をかけている。錦式台、定22型。 日式台、定1 2型、H8K2 の、翼端フロートと、後部情報 20mm 基準を引き込み式にし、空気抵抗を減らして、飛行性能を向上させることを意図した機体。1943年、昭和18年2月13日に領収飛行を行って、性能実験を行ったが、重量2トン増加。性能は、原型機と全く変わらない上に、水上性能も、 経過、2機の試作のみで終わった。2機は、第801航空隊で、実戦任務につき、たびたび、B-24 リベレーター爆撃機と誤認されたと、言う。1945年、昭和20年3月に2機とも、夜間作的任務にて未期間となった。海軍は13次第艇の開発中から輸送型の、改造を計画していた。1942年はじめに、 海軍から川西に試作指示があり、13市、大帝試作1号機を輸送型 H8K1L に改造、1943年、昭和18年11月30日に納入した。仮称、晴れ空32型、H8K2L として、1943年、昭和18年21機、1944年、昭和19年に24機が完成した。 1945年、昭和20年に錦式台、第23型、H8K4 を改造した、晴れ空33型、H8K4L も試作されたが、量産されなかった。錦式飛行艇輸送型の総生産機は36機であった。錦式台で開発後、川西社内では次の機体開発について3案があり。 強風を陸上機化した戦闘機開発、新型艦上攻撃機開発案、本機を陸上機化した爆撃機の開発案で、結局戦闘機開発が選択された。なお、この二式内低陸上機関案に、海軍で GQK の記号を与えたとする説があるようだが、こうしたプランは公式のものではなく、海軍の実用機制計画にも取り上げられていない。 実用機士制計画、K100 が与えられていたのは、森エンジンを18機投化した、森海総発の17四陸上攻撃機だった。大型高速で十分な防御火器を装備した本機は、連合国パイロットから、ホーミダブル、恐るべき機体と呼ばれた、英国航空評論家、ウィリアム・グリーン。正式採用直後の1942年、昭和17年3月4日には、 大航続力を生かして2機で真珠湾を再空襲した警察船。だが3月7日のミッドウェイ島庁距離偵察で、警察船大帝大指揮官、橋爪久夫大域が、米軍戦闘機の迎撃で撃墜され、2式大帝最初の戦闘喪失機となった。ミッドウェイ作戦では、本機が長距離偵察を行う計画であったが、米軍の妨害や天候のため実施されなかった。 その後も、高速と高速力を生かしてエスピリッツ・サント島や、オーストラリア本土、セーロン島、カルカッタといった、長距離の偵察、爆撃に活躍した。ソロモン諸島方面に投入された第802、航空隊の本機は、水上規模艦、秋津島の支援を受けて活動している。1943年、昭和18年11月には、 アメリカ軍の P-38 ライトニング、総発戦闘機3機と40分交戦した、タマリーヨシオ退域が1機を撃退し、次期もエンジンに規定しと230箇所被弾、乗員1名負傷という状態で帰還、その後日本本土に戻された。さらに1944年、昭和19年以降は、日本軍多発機の中にあって、防御が弱かった一式立交などに比べるとはるかに、 連合軍にとって危険な手だった。B-25 ミッチェルや B-17 といったアメリカ軍の大型陸上機を積極的に追撃して撃墜した記録もある。その攻撃力から空の戦艦などとも呼ばれた。このように頑丈な本気であったが、1945年に入ると太平洋戦線においては連合国軍に対して戦況が悪化して制空権が奪われ。 敵戦闘機の攻撃が増えると足の遅さに、加え防御も耐えきれず、消耗していった。機体を短時間で退避、隠蔽させることも難しく、基地や水上に置かれたまま連合国軍機の空襲で破壊されたものもあった。さらに、川西航空機の生産力が極地戦闘機市電改めに集中したこともあって1943年末の時点で生産数が低下。 1944年は二式台、定12型33機、輸送型、晴れ空24機、1945年はわずか2機の生産であった。製造に大量の資材を使い、航空燃料の消費も多かったことも、生産打ち切りの一因とされる。また1945年3月の第二次、探索戦、銀河による長距離特攻作戦に代表される、 長距離の作的、誘導任務、トラックやラバウルといった孤立した基地への強行輸送、登場員救出などを行ったこともあて、成果を上げると同時に、損害も出している。補充も望めない中、第5航空艦隊、宇垣きい司令長官所属の西木大艇はレーダーを搭載して、夜間作的に活躍したが、アメリカ軍やイギリス軍らの夜間戦闘機、哨戒機の迎撃により、 少なからず、被害を出している。例えば前日の探索船、アズサ隊で特攻機を誘導した西機台、第3機のうち、生田中域は生肝、杉田中域は、PB4Y-2 プライバティア召喚機、B-24 の発展系召喚機型に、撃墜され、長峰飛走長期は、メレオン島に不時期して、水没処理され搭乗員は、潜水艦で起動した。 五交換の西木大警隊は2月10日から終戦まで27機、約250名を失った。終戦時に完全な状態で残っていたのは西木大、低五機、晴れ空六機のわずか11機であり、内八機は終戦から数日で処分、もしくは移動中の事故で失われたため、進駐してきた連合国軍から、 機体の引き渡しが通達されたときは、宅磨基地に残された3機を残すのみとなっていた。また、海軍工事件で戦死した山本56の後を継いで、連合艦隊司令長官となった小賀峰一海軍大将が移動中に遭難し、殉職したときには日式飛行艇の輸送機型、晴れ空に乗っていた海軍を辻事件。小賀長官の一番機は燃料7割。 福留茂連合艦隊参謀長の2番機は燃料8割の時点で空襲警報があったため離陸、熱帯低気圧に遭遇して墜落したのである。なお、空襲警報は誤報であった。通信課、暗号、気象関係員が登場した3番機は無事に到着した。全タイプ合計167機以上生産されたうち、前述のように終戦後、 作戦可能機体は7尾基地の3機のみだったが、1機は、タ磨基地への移動中に不時期して、島根県中海に、海没処理された。8月22日の時点で、タ磨基地に残されていたのは3機。その中の、第426号機、表記、1943年、昭和18年3月製造第26号機、水札、タ磨31号機が、 残存機のテスト飛行を希望したアメリカに引きられて、性能確認試験が実施され、圧倒的な高性能を発揮して、アメリカ側を驚かせている。指揮官兼操縦者の筆実ネオ少佐は、本気受け取りに来たアメリカ軍クルーのプビーカタリナを操縦し、二式大艇に比べ利水は簡単だが、飛行性能は圧倒的に劣り、アメリカ軍指揮官も飛行艇技術では日本が、 世界に勝利したと称賛した。その一方で着水した錦式大帝に、新聞記者が殺到した際、羊は気化ガソリンのため定内禁煙であることを説明しなければならず、性能が劣るとはいえ、ガソリン漏れの心配がないプビーとの差を実感している。アメリカ軍も PB2Y コロネード飛行艇錦式大帝と同規模と比較して錦式大帝の方が、はるかに優秀としつつ、ポーポイズ現象と、 機体強度に問題があると指摘したが、これは、両国、両機の設計思想の違いによるものであった。1947年、昭和22年の試験終了後、タクマ31号機は長らくアメリカので厳重に保管されていた。1959年、昭和34年、菊原義士は海軍基地の西機大堤を見学して、返還交渉を行ったが、 日本への輸送手段が見つからず、3年後に、米海軍は合衆国内で永久保存の方針を伝えた。その後、斎藤茂太郎が中心となって返還運動を起こす中、1978年、昭和53年6月に、アメリカ海軍の経費源で保管終了が決定、日本で引き取るもしくは、スクラップを日本側で選択することになった。 その結果船の科学館にて引き取りを表明、1979年昭和54年11月13日に日本に到着する。整備を経て1980年昭和55年7月から東京の船の科学館に長らく野外展示されていた。2004年平成16年4月末からは鹿児島県鹿屋市にある 海上自衛隊かのや航空基地資料館に保管、野外示せされている。また、サイパン島には、近場の海中に残骸が残っている場所があり、その場所は、ダイビングスポットになっている。それ以外にも、ミクロネシア連邦、中区州、旧東名、トラック諸島の海底に、同じように西機大があり、こちらも、ダイビングスポットとして間近で見ることができる。 設計主務者である菊原静夫義氏は、その後海軍局地戦闘機、市電、市電改めの設計を担当。終戦後、川西航空機の後ろ身である新明和工業で、再度国産飛行艇 PS-1 の製作に携わった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。